よっしゃよし、もっと目線上に上げて。台本いらないだろ。テリー土屋の車の話、番組レポーターの山津です。今日はですね、こちらのスタジオに来ております。なんと私、映画の声優デビューを果たすことになりました。9月にですね、公開予定のですね、グランツーリスモの日本語版の方にですね、吹き替え役として参加をさせていただけることになりました。今日はですね、その収録に来ております。今日は三馬監督もいらっしゃるということなので、早速ですね、行ってみたいと思います。はい、一回テスト、ちょっと首から下げて。はい、マイク当たったぞ。はい、行くよ。お願いします。いいよ。67ページ。はい。で、見てみよう。気をつけろ。ミスせずしっかり走れ。今だね。はい。マディはいい答えをする。いい？早く走るよ。見てみよう。僕たちゲーマーは競争心が強い。気をつけろ。ミスせずしっかり走れ。このオンリーでちょうだい。はい。ちょっと言ってみて、セリフ。僕たちゲーマーは競争心が強い。もっとリラックスして、綺麗に喋ろうと思わないで。僕たちゲーマーは競争心が強い。教えてあげて。教えてあげて。インタビュアーに教えてあげて。あ、わかりました。競争心が強いってことを教えてあげて。僕たちゲーマーは競争心が強い。うん、その感じでいいよ。目の前にインタビュアーいる？うん、インタビュアーを見て、その人に教えてあげて。はい。僕たちゲーマーは競争心が強い。競争心が強いって教えてあげて。はい、ソフトでいいよ。はい、行くよ。僕たちゲーマーは競争心が強い。うん、それ頭から、僕たちからもっと力抜いて、はい、和やかに話してあげて。僕たちゲーマーは競争心が強い。なんか入れてみて。よっしゃよし、もっと目線上に上げて。台本いらないだろ。はい、下置いちゃう。でも絵と同じようにもっと熱入れて応援する、はい、よしって。もう少しお腹入ってよ、はい、現在14位だ。よっしゃよし、いいよ、もう一個。よっしゃよし、はい、行くよ。現在14位だ。よっしゃよし、早かった。サンフレさん、おいいぞ、早かった。どうでしょう、okay、じゃあ頭に戻ろう。できてきたんで67、インタビューのところ。はい。もう少し得意げに、競争心に熱を入れて。はい。俺たちゲーマーは競争心が強い。いきます。もう少しアピールしてみよう。僕たちゲーマーは競争心が強い。はい、カット。入れてみて。うん。慣れてきた。緊張が取れてきた。見てみよう。僕たちゲーマーは競争心が強い。気をつけろ。ミスせずしっかり走れ。それさっき撮ったの気がして。多分プレイバックするたびに多分やってくれたって。ちょっと待ってて、こっちでプレイバックして。いい。早く見てみよう。僕たちゲーマーは競争心が強い。気をつけろ。全然変わったね。今最後に撮ったやつをもう一回聞かせて。結構でかい音来てるからもっとガスか。見てみよう。僕たちゲーマーは競争心が強い。気をつけろ。ミスせずしっかり走る。
和さんどうですか。こっちの方がいいよね。もっと厚くする。あなたが 200% やりすぎちゃうこれ。絶対割れないんで。はい。もういい感じ。じゃあ取っていくよ。もう少し僕たちからもっと自信を持ってエバっちゃおう。はい、行きます。競争心に重き。はい。他のドライバーと同じな。俺の相手じゃない。ナディはいい答えをする。いい。早く走るよ。見てみよう。僕たちゲーマーは競争心が強い。気をつけろ。密接しっかり走る。いい感じ。もう一個。もちろんお腹から熱を帯びて自慢して。はい。俺の相手じゃない。ナディはいい答えをする。いい。早く走るよ。見てみよう。僕たちゲーマーは競争心が強い。気をつけろ。いいんちゃう。密接し。はいよ。ちょっと切り替えて聞かせて。オッケー、はい、以上、お疲れさん。ありがとうございます。声優デビューおめでとうございました。ありがとうございます。はい、というわけでアフレコしましたけど、はい、山田さんどうでしたか。いや、もう緊張しすぎてしまって、うん、もう自分がどんな風に喋ってるのかを全くこう分かんなくなっちゃう瞬間がやっぱり最初あったんですけど。なるほど。まあそれは映画館でチェックしてください。はい、ただ我々仕上げやんなきゃいけない。三馬さんにいろいろこうした方がいいっていう風に言っていただくと、なんかそれが自分で変えていいねって言ってもらえると、なんかこうすごく楽しいなって思います。なるほどね。はい、私の真の姿を見たわけだよね。そうですね、初めてスタジオの中にも、番組出てとかちっちゃくなってたけど、僕はあの本当、はい、私の本職で、はい、本当協力してくれて、まあ、この世界を知ってるのはあなたが一番よく知ってるわけです。フランスのね、はいはい、いや本当に協力してもらってありがとうございます。こちらこそありがとうございます。ありがとうございました。収録が終わりました。いや、実はですね、その主役の松岡さんも実は本日いらっしゃってですね、結構長い時間その松岡さんがですね、声を当ててる姿っていうのを見させていただいて、松岡さんのその声の吹き込み方、そしてこの三馬さんのそのこういう感じでやってっていう指示だったりとか、いろんなことを目の前で見て、以前自分がやろうと思うとこうもうまく声って人間出なくなるもんだなっていうのが、よく分かりました。ただその雰囲気に慣れてくると、やっぱり少しずつこう喋れる感じとか自分を出そうっていう風に思えるようになってきたので、最後の方は結構楽しくできたというか、自分の世界に一つ入れたというか、そういう感じで、できる感じだった、そういう形で声優のデビューの方ができたかなと思っております。もちろん素人の、ね、レベルであると思うんですけれども、映画の公開が非常に楽しみになりました。皆さんもぜひですね、映画グランツーリスモの会場に足をぜひ運んで、私のねセリフがどこで出てるのか確認をしてみてください。ありがとうございました。本日はなんと、はい、映画の試写会に初めてじゃ来ております。はい、9月15日から公開の映画グランツーリスモ、山中さんの、はい、一番の得意分野ですね。得意分野でございます。はい、こちらの映画はですね、9月の15日から公開になるんですけれども、はい、今回はですね、先行して、おお、なるほど。はい、試写会にですね、呼んでいただいたので、この自分たちが見てるのは8日なんで、はい、試写会が早い。はい、そうですね。ね、そうです。はい、ということで、ひろきさん、こちらの映画、はい、実話に基づいたストーリーと、そうですよね、ということで、ヤンマーデンボロ先生の話ですもんね。はい、ヤンマーデンボロさんの話に基づいた、ちょっと楽しみです。はい、これからですね、はい、その映画を楽しみに見に行ってみたい、これから楽しみにその映画を見に行ってみたいと思います。行ってきます。どうでした映画。いや、なんかね、はい、いろいろ可能性を感じる映画だなと思ったのが、やっぱいいですね、見てて、なんかストーリー性もあって、はい、まあ、全然グランツーリスモもできないんですけど、あ、これ見たら、あ、すごいかっこいいの、自分もやってみようかなというふうになるんじゃないかなと。なんかおかしいな、山中さんがなんでこう、はい、プロレーサーになってないか、ちょっと不思議なんです。はい、なんでなんですか。いや、まあ、僕はね、現役というか、GT アカデミーやってた時はまだね、ちょっとね、高校生とか中学生だったので、なかなかちょっとね、チャンスが。山中が、じゃあ、その、グランツーリスモに直せる前の話だったんですか。そうなんですよ。もう GT アカデミーって2007年とか8年とかから始まったものになっていて、なので、まあ、この実際にこのヤンマーデボロさんが、まあ、実際に GT アカデミー出て、ルマンでっていう話もですね、まあ、もう結構前じゃないですか、もう7年ぐらい前とかだったんですけど。なんか自分がもう知ってるのは、プロドライバーとしてのヤンマーデボロの選手は知ってるんですけど、なんか元々グランツーリスモってそこに
来たっていうのは全く知らなかった、はい、当時はリトルハミルトンって呼ばれたりしたんですよね。はい、という皆さんぜひ劇場で吹き替え版で、ね、チェックをしていただけたらと思いますので、9月15日から公開の映画グランツーリスモをよろしくお願いします。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり、車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。